さあ続いても東京学大の異色作品から吹奏楽のための群青をお聴きいただきましょう。海を守り未来を作るというテーマで作曲されたこの作品は壮大で神秘的な海の世界を描いています。そんなこの曲の特徴はラッパ君が代のメロディーが使われていること。これは日本海軍の伝統を継承する海上自衛隊で国旗が自衛艦機の掲揚降下をする際に信号ラッパという特殊なラッパで演奏される君が代のことです。掲揚は午前8時、降下は日没時、その10秒前にラッパ気をつけ、帝国にラッパ君が代、そして掲揚降下の後にはラッパかかれを吹奏しております。お話だけでは何のことやらさっぱりだと思いますので、その様子を本物の信号ラッパで実際に今演奏してみましょう。群青。